1923年大正12年9月6日の出来事、それはちょうど5日後のこと。関東大震災の日から千葉県東葛飾郡福田村、今の野田市三つ堀のあたり、行商人の一団がその村にやってきた。売り物の薬や日用品を第八車に積んで、やってきた行商人の一団、その数は全部で15人。朝早く宿を出て歩き続けて、福田村に着いたのは10時頃。利根川の渡し場のそばの神社のあたりで、まずは一休み。神社の前の雑貨屋のそばには2組の夫婦と子供らが3人と若者が2人の9人が休み。鳥居のそばには1組の夫婦と4人の子供たち。足が不自由だった。まだ一つの血のみごもいた。